空手部に入っていててでで、ね、空手部に入ってるともうほとんどあの、えー、物質当時駒、えー、場には駒場料というのがあってそこの中に空手部の物質があってですねそこに私いたのでそうするとほとんどお抗議には出なかったんですで駒場の成績が非常に悪くてですね、まあ、ギリギリで駒場を通過したと。でその後にだからあの まあ一番行きたかったのは生物科学なんですけども生物科学の,その行くための点数はですね私の点数では足りなかったんですで、えー、幸いですねあの科,科学科、まあ、理学部の科学科は点数が足りてたんで、まあ、科学に理学部科学に進んだという、まあ、だから自分で本当に行きたかったところには、まあ、点が足りなくて行けなくて、まあ、第二志望みたいな感じで行きましたね そこでまあ、実際にはあのその中のさらに、えー、個体の触媒科学ですねそういう分野だったんですけれども、まあ、化学反応学という分野が、まあ、研究するには非常に面白そうだということと、まあ、もちろんその玉野先生のです、ね、講義も、まあ、面白かったんですそれであのそちらの方に行こうとそこが一番私の興味が、まあ、重なる部分かなということで進みました。 で博士課程に進むときにあの、えー、玉野先生に、えー、お願いしてですね、えー、いわゆる、まあ、今私がやっているような水の分解これはあの生物界も同じようにあの光合成があそれと非常に近いことをやって水を分解して酸素を発生させるとで生物はですねさらにそれに加えてこんな酸素を発生させた反対側の反応は まあ炭水化物を作るというのが一番基本的なな反応なんですねだけどまあそ,れそこに行く前のエネルギー変化光エネルギー変化のところは水を分解するところなんですねそういう分野があるということを知りましてで玉野、えー、先生は最初はあの私にはあのサーフィスサイエンスというまあ表面化学の分野を博士課程ではやらせたかったと思うんですけども玉野 <laughs> 先生にあのまあ無理やりですねお願いして。 玉野の県ではまだやってなかったんですが、その新しいテーマを、あの、博士課程のテーマにしていただきました。うん、まあ全然新しいテーマで、たまあ多摩の県でも全くやってなかったんですね。で、あの、だから玉野の先生は <laughs>、ま、しばらくですね、まあ、10分か20分だったと思うんですけど、まあ、私から見たらもっと長く <laughs>、天井を向いたまましばらく考えてまして <laughs>、それでですね、えー、提案されたのは、玉野の先生、 が提案されたのは3ヶ月やってもいいよとでその3か月のうちに固、えーまあ、体の、まあ、粉末なんですかね粉,粉を使って、えー、水がです、ね、光エネルギーで水素と酸素に分解したらできたらその研究テーマを続けてもいいですよできなかったら玉野先生が最初に考えてたようなあの表面科学の研究ですね その時点で玉野先生はあのかなり研究費、大きな研究費を取られて、新しい装置を作るという <laughs> 予定が終わりだったんで、そちらの方をやってくださいねという、うまあ、半分賭けですよね。<laughs> 私が始めた頃はもうこれ,これは完全に純粋にですねま,あまあ理学部だったということもあるんですけども私自身の興味だけですねあのもしですねえと太陽の光だけを使ってあの水が水素と酸素に分解するとこれをなったらまあエネルギー光エネルギーの化学エネルギーの変換というのが起こるんですねでそのそういうことっていうのは実際には自然界ではまあ,あの 高校生が実際にやってる、まあ、人工高合成ができるということですねもう純粋に、えー、私の興味だったんですけどもまあ,あみんな面白いねって言うんですけれども特にその人間社会にですね何か貢献できるかというとなかなかそういう話ではなかったんですねでただあの21世紀になってだんだん、まあ、あのまあご承知のようにですね あの人間が化石資源燃やして二酸化炭素を出してあの CO2 が増えてくると気候変動が起こりますよという話が出てくるとあのそういう化石資源 CO2 が増えないようなやり方であのエネルギーを作る方法を見つけなきゃいけないということでですねあのだんだんこの人工光合成の分野っていうのもあのそういうことができる 一つの非常に大きな分野ですので、そうそういうためのですね、あの研究があまあ世界的にですね活発になってきましたね。えっと最初にだからあのと海外にまあ留学したのはその IBM リリサーチなんですけれども、その時はまあ実はですねあの。 IBM の研究所っていうのは一つの研究室を一人の研究員が使ってるんですね。まああとその技術職員みたいな人と、まあ、組んで一緒にやるんですけども私が行って2ヶ月かした頃にですねその,その先生、えー、私が行った研究室の先生はあのサバティカルっていうのが あ,のありますね私が2か月ぐらいして、まあ、装置の使い方を覚えた頃にもうあのドイツに1年間サバチカルに行っちゃったんですねだからその間私は1人であとまあ技術補佐員の人がいたんですけどもその人は、まあ、あの南米の,あのボリビアの出身だったんですよねで私が行ったところの先生もトンチョワンっていう 先生でまあもともと台湾出身の方だったんですねで,ですからあの、まあ、海外留学するのは一つはあの英語になれるっていう意味もあるんですけどもだか彼の英語もですね実はあの、まあ、台湾ニーズ・イングリッシュなんですね <laughs> でもうもう一人の,その、えー、技,術技術員のあの えっとですね、彼はホヘ・ゴイシアっていう名前なんですけどもあの彼はあのボリビアイングリッシュだから私はその,その2か国語っていうか変な意味の英語しか <laughs> 勉強できなくてですねいまだにまだだから英語の日常会話っていうのは全然得意じゃないですね学会でしゃべって たりですね、学会の話を聞く分にはまあまあ,、まあ、あの専門用語はしょっちゅう、まあ、論文も読んでますしあの聞いてますからねだからほとんどそれはそっちの方はあの、えー、不自由はしないんですけどもただあのその後にあのに雑談してたりとかですねあのする時にはあの特にですねあのアメリカの人の英語 は、やっぱり、ちょっとあの、なんとなく,く、崩れてるというか、あの、まあ、流暢といえば流暢に喋るんだけど、あの辺が私にとっては非常に、あの、億っでですねで。若い頃は一生懸命フォローしようとしてたんですけど、まあ、もういい加減年取ってくると、もう勝手に喋ってると。そ <laughs> れで、何か大事なことがあれば、あのどっちこ、どうせこっちに質問してきますからね。その時に何の話だっけっていう方で、話を聞いて、 返事するという感じですね。学生さんにはですね、もう海外に行くチャンスがあったら、もうどんどんい行,行った方がいいよと。だから海外に行けるチャンスがあったら、一年でもああ二年でもいいんで行ってきて、あのまあ海外の研究のそのスタイルを勉強するのも大事ですけど、その。 通常の日常会話ですね日常会話を不自由なくしゃべれるっていうのは非常にやっぱあの大事かなと思います日本語であの日本人が英文の論文を書いて投稿するっていうのもそんなに、えー、難しいわけじゃないですただに最近はもうあの、えー、コンピューターで、まあ、AI になってるのかどうか分かりませんけどねあの 日本語を正確に書いて英文に直すというソフトがありますからだからだんだんその日本人のそのまあ英語コンプレックスっていうんですかそういうのは次第なくなっていくだろうなと思います行き詰まりはですね えとまあ、も,もちろんありますねあ,のあってその時どうすればいいかっていうことは非常に大事な問題としてあるんですよねそれでただですねえっ、ー、といろんなその行き詰まりを打開するために、まあ、いろんなことを考えなきゃいけなくてそれであのこれがダメだったらこっちをやってみようみたいなあいわゆるストックですよね。あの そういうのはですね常にまあいくつか持ってたんですねあの若い頃特にですねだからあのこれやってダメだったらこっちやってみようみたいなところがあってでまあ大体そういうアイデアのまあ10個のうち8個9個はあうまくいかないんですけどもでさっき言ったようにですねまぐれあたりっていうのが割と多いんですよあのそれでえー 自分がこういう理屈でこういうことをやってみたらうまくいくんじゃないかと思って、まあ、いくつかこうストックを持ってるんですけどもそれをやってるとですね実はそういう理屈でいったようなにうまくいくんじゃなくてもうちょっと別の理由で実はうまくいっちゃうというようなことが、まあ、往々にしてあるんですねでそうするとあのそこからまた新しい道が出てくるということが非常に、えー、これまでの経験から言うと多いですね だから、頭の中で考えて、やってもダメかもしれないなっていう、いわゆるペシミスティックじゃなくて、あの、<laughs> やってみたらなんとかなるっていうような、まあ、オプティミスティックな方がですね、えー、どんどん新しい、全く新しい分野を開いていくときにはもう大事だと思いますね。あの、それ、それがないとですね、やっぱりあの、まあ、私自身もあんまり悲観的な性格じゃないんですけど、あの、 そういうストックがないとやっぱりなんとなく研究やっててもですね心細いっていうかあのうペシミスティックになり,ななりかけますよねだからやっぱりこれダメでもこっちこっちやれば何とかなるかなというようなそういう精神的なゆとりも大事になってくるだからあのいろんな場面で、まあ、常に頭の中に研究のことを置いておくといろんなところであのアイデアが出てきます ただですねあの、まあ、夜中、かなり寝てる時に浮かんできたアイデア、あ素晴らしいアイデアだったなと思ってもあの、まあ、朝は目が覚めて、パッチリ覚めてからは、大したことねえなというのは <laughs>、まあ、いろいろありますけど。当時の IBM の研究所っていうのは、あの昔、AT&T ですね、あそこにあのベル研究所ってありましたね。 だからベルラボと IBM のラボはの2つだけはですねあの当時から J1 ビザっていういわゆる普通の大学に、えー、い行くのと同じようなビザが出てたんですねただしあの給料はですねあの IBM とかベルラボの方が大学に行くよりも、まあ、倍ぐらいあったんですよね女性研究者が少ないっていうのはもともとあの 日本では特に言われるしまあ、ただ、女性研究者が少ないというのは日本だけじゃなくてあのヨーロッパとかもかなり少ないですから、まあ、女性研究者はもっと増えるべきだとは思うんですけれどもあの社会的に、まあ、あの今の社会から言うとですね研究職という職業はあんまり給料的には恵まれていませんね。あの 例えば日本の大学の今の,あの一般的な教授の給料っていうのはですね企業の給料とまあまあ大手の企業になると思うんですけども大手の企業と比べるとですねえっ、ー、と大体30代半ばから後半ぐらいの人の給料とあのおそらく大学の教授の給料が大差ないぐらい。 社会的に見ても、まあ、日本社会自体がまあ給料安いと言われてますけれどもあの大学の,その教授の給料があまり高くないと,ということはあのです、ね、純粋な研究者にな,なりたがる優秀な人がだんだん減ってるんですよねだからその辺のところが一つ大きいかなと思いましたアメリカの大学とか中国の大学はもうあの研究者のレベルによって一桁ぐらい軽く給料が違いますからね そこまでまあ日本社会ってなかなか難しいんでしょうけど、まあ、せ,せいぜい数倍ぐらいは違っても、まあ、あのモチベーションを研究者の非常に高いモチベーションを保つのとあと、非常に優秀な研究者を大学に残していくという意味ではそういう意味の,あのモチベーションをしっかり作っておくというのは大事かと思います、ね。 ただまあ社会的に見るとやっぱりあの研究者っていうのの優秀な研究者をできるだけその日本の科学技術が発展するような形に持っていくためにはそういう人たちの待遇はできるだけ良くするというのは大事かなとは思いますねあのまあ企業でも経営者っていうのはまあ非常に大変は大変なんでしょうけれども経営者だけいてもあの 日本の社会がです、ね、本当の意味で発展することはできないでしょうしあるいはまあ金融機関の人たちはお金いっぱい儲けるかもしれないけどあれは誰のおかげで儲けてるんだと言いたくなる <laughs> 部分はありますよねだからそういうことをやってる人たちをもうちょっと日本の社会は優遇してもいいのかなというふうには思います。